それでは片山プロジェクト水と容器のメタファーを用いた録音再生デバイスの開発と題しまして片山長松久美次が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まずプロジェクトメンバーの自己紹介をしたいと思います。私は片山武史といいます。東京大学大学院でロボットの研究室に所属しています。このプロジェクトではプロジェクトリーダーやデバイス開発コンセプトデザインなどを担当しました。はい、同じく東京大学大学院の長松と申します。片山とは、大学院の研究室の同期にあたりまして、普段は等身大ヒューマノイドの開発に取り組んでいます。個人的にもちょっと音を扱うことや電子回路を使ったリアルタイムな制御っていうのに興味がありまして、今回オトポットのプロジェクトでは基盤を作ってそれを制御するという部分を担当しております。よろしくお願いいたします。法政大学大学院修士2年の久美次と申します。私は本業ではデザイン工学部というところでものづくり全般を学んでおります。やっていることとしてはコンセプトの立案から Arduino を用いた簡単な動作モックを作るところまでやっております。本プロジェクトでは UI 設計や筐体のデザイン、動画制作などのプロモーションを行っております。よろしくお願いします。で、私たちのプロジェクトのコンセプトは声を水のように貯める容器オトポットというものなんですね。で、この声を水のように貯める容器っていうコンセプトがまず多分初見の方はなんだそれと思うと思うんですけど、実際に開発のきっかけはそこの組地がもう2年以上前なんですけども、ある日突然プロダクトのアイデアとして声を容器に貯めたいという謎のコンセプトを思いついたんですね。で、ちょっと正直彼の言ってることの意味がよく分からなかったんですけど、ただ容器に声を貯めるっていうのはちょっと面白そうだなというふうに僕は思って、で一緒にちょっとコンセプトから軽い機構目を作るところからというふうに開発を進めてきました。で、大学院に来た後にそのさっき長松が言ってたように音声のデバイスを作るのが得意な長松にも入ってもらって、この3名でこのオトポットという声を貯める容器というものを一緒に作ってみようということでミトープロジェクトを始めました。で、声を水のように貯めるというのはどういうことかという話からしていただきたいんですけれども、要するに録音です。声を記録するというのは録音するということです。で、録音というと、皆さんはもうボイスレコーダーとかあるいはスマートフォンの録音アプリケーションなどさまざまな録音機器を思い浮かべると思うんですね。あとは今僕がこうやって使っているマイクももちろんこうやって覚醒するだけではなくて録音することができる機器です。で、このような情報機器っていうのはそれぞれの操作の作法を持っています。例えばスマートフォンであれば画面をタップしてアプリを選んでどうこうっていうのとか、ボイスレコーダーであれば特定のボタンを押して次をこう押して録音再生消去といったふうにそれぞれの操作の作法を持っています。で、この録音ということに対して、どんなものが一番こう作法としていいかなというのがこのプロジェクトの最初の疑問点でした。作法というのは普遍的な方がいいんじゃないかというのが、思いついたところです。つまり、さっきのようなボタンを押すとか、アプリを立ち上げるといったふうなデバイスごとに、規定される作法ではなくて、蓋を開けるとか水をこぼすというような時代や性別や年代を何も問わないような普遍的な作法、つまりこのような動作のメタファーを用いればそれは普遍的な作法になるのではないかというところがコンセプトの出発点でした。で、これがちょうど 1年前まさにミッドプロジェクトに応募したときに作った動画なんですけれども、こんにちは。蓋を開けて声を吹き込みます。で、中に水が入ったような音がして、その蓋を再び開けると、こんにちは、再生されます。で、中身を捨てる、傾けること、容器を傾けることで中身を消去するといったふうな操作になっています。このような、録音再生デバイスというのをコンセプトで考えたんですね。つまり水と容器のメタファーによる操作です。このように、容器を開けて傾けたりするだけという、容器の蓋を開けて傾けるだけという操作だけで操作を行うことができ、一切ボタン操作などを用いる必要がありません。ただし、実はこの1年前の時点ではこの操作のコンセプトはできていたんですけれども、実際に今動画の中で示したようにきちんとそのデバイスとして動作できていなかったんですね。なので実は今の動画で音が消えたのは動画編集による合成で、ある意味ではこういうものができたらいいなというコンセプトムービーだったというふうに言えます。で、実は以前から展示などもしていたんですけれども、その時に展示していたものっていうのはPC と容器をケーブルでつないで電源問題や処理の問題などを全部 PC の方に押し付けて、容器の方の中では
センサーとスピーカーしか置いてないというふうな体験のための有線プロトタイプを使っていました。ただやはりこのコンセプトである以上はスタンダードでコンセプト通りに動くオートポットというのをどうしても作りたいなというふうに全然思っていて、それでミッドプロジェクトに応募し、いろいろな開発資金もいただいた上で自分たちで作っていこうというふうに考えました。そこでミッドプロジェクトで開発を進めた結果としてこのオートポット M というモデルができました。まずはそのムービーをご覧いただきたいと思います。この内容で映画は普通に今喋ってるので、こんにちは、先ほどと同様に声を聞こえます。こんにちは。そして今回は、傾けて捨てることで再生というふうになります。さらにオートポットが2つ以上あれば別のオートポットに声を注ぐことができます。また容器の蓋が開いている状態では声はどんどん蒸発してなくなっていってしまいます。くみちゃん今度飲み行こうね。くみちゃん今飲み行こう。楽しい。東出くん今度ご飯行こうね。メッセージを入れておいても、蓋を開けっぱなしにしていると、これ蒸発してなくなってしまう。これ開いてるからちょっとメッセージだらけ残ってないかもな。どうです、お土産どうぞ。名前とともにお土産を入れているんですが、別の人が、最初の部分をちょっと間違えて捨ててしまいます。そうするとです、お土産どうぞ。メッセージは来てるんですが誰からかわかんないみたいな。伊藤です、お大事に。伊藤です、お大事に。あと、ご覧いただいたように、実際に機器としての利便性よりもメタファーをより優先した仕様になっています。先ほど申し上げたような蓋を開けて再生という形では、蓋を開け続ける限り何回でも同じ音声を再生というふうにできたんですけれども、私たちは今回このプロジェクトをするにあたって水と容器のメタファーというところにきちんと注目して、デバイスとしての利便性よりももうちょっとその操作感の方のメタファーをより重視して考えようということで少し仕様を変えました。というのも前代のオートポットでは蓋を開けて再生流して捨てるという動作が2つがあったんですけども、これを流して再生消去というふうに1つにまとめました。つまりこれで再生は一度限りということになります。容器の中に入った声は一度限りで再生されて捨てられてしまうという状況仕様に変えました。ただし別のオートポットに注ぐことによってその移動ができるというふうに整合性をとっています。つまりこのオートポットはオートポットのみが声を水のように変えてやり取りができるデバイスになっているというわけです。で、これまで申し上げたような仕様を実現するためにどのようなものが必要か。まず電子機器に見えないプロダクトデザインというものが必要です。オートポットは容器として設計しているのでそのためのデザインが必要になります。具体的には後で申し上げますが、機械部品を中に収めるといったことや容器といった空間の確保、また内部にバッテリーを収めその充電に関しても無線で行うといった要素があります。また実際の機能部分に関しても先ほど申し上げたような動作を実現するために蓋の開閉や容器の傾きの検出、また操作に応じてリアルタイムに録音再生を行う、また通信の音声を送受信するためにオートポット間での通信システムを備えるといったことが必要になります。オートポットの内部構造はご覧のようになっています。この左の図のようにほとんどの機構部分は容器の下の部分に収まっています。これは極力小さくユニットを収めてしかも分離可能なふうにしているんですけれども、その分離可能なユニットだけではなくてこの容器の部分にも重要な意味があります。今からそこについてデザイン担当の組地に語ってもらいます。先にも申し上げた通り私たちは利便性の追求ではなくて
まあ、声を水のメタファーにどこまで近づけられるかというところに重きを置いています。ですので、水がこぼれるとか水が流れるといったような、まあ、一回性の、まあ、儚さを取り入れるべきだというふうに考えました。でこの体験を、まあ、より強く感じてもらうためには、まあ、基板に対して単なる箱で包むのではなくて、まあ、そこの筐体の部分に、空洞を設けて、でそこに例えば水が入りそうというような感覚であったり、まあ、声が何か溜まりそうといったような、まあ、そういう心理を誘発するような、まあ、デザインにしたいといったようなところから、壺型の容器にしました。そして、まあ、見た目は単なる容器にしか見えないんですけども、まあ、電子機器らしさというものをなくして、単なる容器にしか見えないものが実は声がたまる容器であるといったような、まあ、意外性も、まあ、そのような体験を強める上で重要な要素であるというふうに考えております。で、まあ、一応こちらの容器は、まあ、切削機と呼ばれる、厳密に作れる機械を用いて作っています。でこの、せっかくデザインしたポットに、先ほど去年までのようにケーブルが入っているというのは絶対に受け入れられないので、私たちはこの、電源問題についても、中にバッテリーを内蔵し、しかもそれを無線で充電するといった機構を先ほどの、下のユニットに収めることで実現しました。さらにそのための専用の無線充電のホルダーなども作成しています。で、構成としては、以上申し上げた通りなんですけれども、まあ、実際に中の基板とかどのような動作システムを作るかというところがより重要になってきます。そこで開発のプロセスとして、まず1段階目には、去年までの、センサーによる体験のプロトタイプが PC とセンサーによるもの、そして、その動作の仕様を、開発ボードによって一旦、容器のスケールを考えずに再現する動作プロトタイプ、さらにそこで検証したことをもとに基板を開発し、この基板はオートポットの容器の径に合うようなものとして開発し、最後に動作フローと通信機能を備えたオートポット M として完成するといった流れになっています。で今からこの基板の開発プロセスに内容について長松に語っていただきます。はい、私の方からは今回この水戸プロジェクトで開発させていただきましたオートポットの制御基板、名付けてオートポットコントロールというんですけれども、これについて簡単にご説明いたします。こちらのポットの内部にすっぽり収まる丸い基板になってまして、中央のコントローラーには今回音声のリアルタイム制御などを自由に開発したかったので、今流行り の論理回路 IC が自由に書き換えられる FPGA を使っています。またそれにオーディオコーデックやその音声を保存するマイクロ SD を接続したり、その他センサーや通信のトランシーバーなどを搭載しております。この FPGA の中で行っている処理ですが、こちら上 FPGA の上部に NEOS2 ソフトプロセッサーと書いておりますが、こちら32ビットのマイコンになっております。 FPGA ではこうした簡単なマイコンを中に組み込んだりといったことも自由にできます。またこちらのプロセッサーを用いて、下に音声ストリーム回路と書いておりますが、マイクロ SD やオーディオコーデック、あるいはその音声を通信、他のポットと通信する赤外線トランシーバーなどの間をリアルタイムに音声を送受信、やり取りするストリーム回路を制御してまいります。このように、FPGA で制御を行っております。このように展示、すみません、今のような開発を進めていく中で、まあ、単に開発していくだけではなくて、開発の状況に応じて展示を行ってきました。具体的には8月にメーカーフェア東京で開発中の基板による開発ボードによるプロトタイプと体験モデルをまず展示をして、どのような音声が集まるか、会場でいろんな雑音がある中での音声収集はどうかというところを検証しました。またポットの中に開発基板が収まった11月には東京大学制作展において展示をし、こちらはメディアアートの作品という手で実際に多くの方に使っていただきました。展示機器として展示をする置いておくと、いろんなお客さんが使っていただけるんですけども、例えばお子さんには自分たちが予想していなかったような生活、ここでは容器に口をつけて声を入れてしまうというのがあるんですけども、明るさセンサーで蓋の開閉を感知しているので、こう口をつけてしまうと蓋が閉まったと判定してしまうみたいな問題があったんですけども、こういうのはこう展示をして実際に特にその子どもたちに予想外の使い方をしてもらわないとわからないといったところで、そういうところを
展示をして、そして何とかそれを解決してということを繰り返しながら開発を進めてきました。で、以上のように開発にあたって何とか自分たちでこの操作の方にメタファーを適用してきたんですけれども、実はここを突き詰めていくと声のデータの扱い方にもメタファーが適用できるのではないかというふうに考えが進んでいきます。例えば従来は音声はずっと保存する形だったんですけども、水は蒸発するものなので、じゃあ容器の蓋が開いている間っていうのは、まあ空気にさらされている音声は徐々に蒸発してなくなっていってしまうだろうということで、時間経過とともに音声データが減衰して蒸発していくといった仕様、また先ほど通信を行うというふうに申し上げましたが、この通信をするときに音声をしっかりと音声データの塊としてきちんと塊として送るのではなくて、ストリームとして垂れ流すように送信することによって、受信側は入ってきた部分だけを受け取るといった仕様になります。つまり音声データを完成したものとして送るのではなくて、断片的にであっても受け取る送信したものが受け取れるかどうかというのは完全に保証されないような通信を作ります。でこれは通信システムとしてはあまりよろしくないんですけれども、実はこのようなラフな通信の方が入ってきた部分だけがきちんと受け側に入るといったふうに、よりメタファーに即した声の音声データの映し方になるというふうに考えています。このように音声データは複製も保存も厳密にはされません。通信のたびにデータが劣化したり、また蒸発していってなくなっていったり、しかも再生すると1回きりでなくなってしまうというふうに、ボイスレコーダーというようなイメージから始まってはいるんですが、もう最終的なこのオトポットはむしろ生物のように音声を扱うといったコンセプトのデバイスに変わってきています。では実際に動作デモを行いたいと思います。まず基本動作である声をそぎ捨てるということを行います。オトポットに今声を入れています。オトポットに今声を入れています。断片的に再生するということもできるんですけど、ちょっとやってもらえますか。声を断片的に消去します。声を断片的に消去します。さらに声を別の容器に移すということもできます。声を別の容器に移動します。声を別の容器に移動します。今これは元のオートポットから流していく状態ですね。で受けた側には通常の音声を入れたのと同様に入ります。声を別の容器に移動します。でここで重要なのは、オトポット同士で再録音をしているのではなくて、あくまでこれはきちんと通信によって、赤外線通信によって、音声データとして通信をしています。例えば録音の時にカチャンというような当たる音がしたりしても、そこは録音はされません。でどうしようかな、では、声を何度も使えるやろ。でこの声を何度も移し替えるというのは、それぞれの動作でちゃんとループしているので、片方の容器に入れた声を片方に移して、それをまた戻してといったふうに交互に行うこともできます。声を何度も移し替えます。でちなみに結構この赤外線通信でラフにやっているといった、先ほど申し上げたんですけども、この受信に失敗するときちんと外れてしまうと、例えば容器を
上から反らすともう絶対に入らないというふうに、もう容器の上でしか入らないという仕様になっています。でこれを、きちんと動作させると、森の中、そうムービーの方をご覧いただきたいんですけども、クマさんに出会った。ちょっと組中が変な声でこう音声を吹き込んで、ある日森の中クマさんに出会った、というふうに、同じような言葉を、長松も、入れました。でこう今それぞれある日森の中熊さんに出会ったという言葉をこう入れているんですけども、それをこう交互に、3つ目のオートポットに注いでいます。まあ、というふうにちょっとこの実はこれ昨日の晩収録をして、まあかなりシュールなことをしているなと自分たちは思いながらだったんですけど、まあこのように入れた分だけが次のところに引き継がれるといった仕様なので、まあ何もこれ、まあこれ専用にプログラムしているのではなくて、今デモをしたのと全く同じプログラムで、まあこのように別の動作容器で声を混ぜるといったことも実現が可能になっています。まあこのようにロボットによって声をより直感的に、そして水を扱うかのように、ある種生物のように扱っていける、そんな面白いインターフェースを今回提案できたのではないかなというふうに考えています。ご清聴ありがとうございました。